伝統衣装をまとった、ナラガンセットモヒガン人のレスタースキースクモヒガン族の人々は、今日のコネチカット州に居住するアメリカ先住民である。モヒガン人の多数は、コネチカット州南オーブのテムズ川、上流東川岸の谷に所在する保留地に住む、連邦認定部族のモヒガン族との関係を持っている。モヒガン族は、コネチカット州で、連邦認定されている二部族のうちの一つであり、 他方は、コネチカット州レディアードに保留地を持つマシャンタケット、ピクオート族である。コネチカット州には、州認定の部族がタスカッチコーク、ポーグセット、東ピクオート族の三つがある。欧州人と初めて接触した頃、モヒガンとピクオート人は一つの部族として、コネチカット地方と南部に居住していたが、ピクオートの貿易帝国や、徴工体制への統制が失われ、 覇権が弱まるにつれ、モヒガンは徐々に独立し始めた。ピクオートという名前は、アメリカ北東部の他の先住民族から名付けられたものであり、時間とともにモヒガンも自称したものである。1637年のピクオート戦争中、イギリスのピューリタン系入植者は、ミスティックにある、要塞村をアンカスとウィークアッシュの二人に、ナラガンセット族の助力を得て破壊した。 ハドソンガー西部の色濃い連邦の模倣区族によるアンカスのいとこサッサカスの暗殺によって戦いは終焉した。戦争後、モヒガンは主張にしたアンカスの指導のもとピコート族とは別の部族国家を形成した。アンカスはアルゴンキン語系の名前、ウォンコスの英表記であり、キツネという意味を持つ。モヒガンはアルゴンキン語系では狼の民と訳される。 モヒガン族はやがて部族の土地の所有権のほとんどを失ってしまった。1978年、ローリング・クラウド・ハミルトン市長は、モヒガンの連邦認定を求め、署名運動を行った。ハミルトンの子孫は、現在、連邦認定された部族国家とは独立して活動している。1994年、モヒガンの多数派は、コネチカット州アメリカ先住民族のモヒガン族として、 連邦認定を受けた。アメリカ連邦政府より、モヒガンインディアン族という先住民集団の、劣気とした継承者として定義されている。同年、連邦政府は議会に命じられ、部族の保留地用に土地を住宅した。今日、コネチカット州のモヒガン人のほとんどは、ニューロンドンカウンティ、アンカスビル町に隣接する、モンビル町のモヒガン保留地に居住している。モヒガン族は、 モヒガン産カジノの二つのうち一つをアンカスビルにて運営している。モヒガン先住民族はコネチカット州南オ部に歴史的に拠点を置き、もともとはピクオート族の一部であった。ピクオート族から徐々に独立したモヒガン族はピクオートの地域派遣を奪った1636年のピクオート戦争ではイギリス人入植者の同盟者として戦った。として 入植者は、モヒガン族にピクオートの捕虜を与えた。コネチカット州でのモヒガンの郷土には、テムズ川沿いのトレーディング工部やコチガンガン、シャントック要塞、モヒガン人が19世紀初頭に、改収派協会を建てたモヒガン級などがある。1931年、タンタキジョン家は、モヒガン級に、タンタキジョン先住民族博物館を建て、部族の工芸品や歴史的遺物を展示した。 グラディス・タンタキジョンは長年、部族のメディスン・ウーマンと指摘歴史家としても活躍した。ペンシルバニア大学で文化人類学を学び、連邦機関のインディアン事務局で10年間を働いた、経験も持った。コネチカットへ戻った後、60年間にわたって博物館を運営し、同博物館はアメリカ先住民族に初めて所有、運営された博物館の一つとなった。 1933年、ジョン・イー・ハミルトンは血縁を基盤とした伝統的な選抜制度によって母親のアリス・ストーリーから大主張に任命された。彼女はアンカスとピクオート族の主張、タマ・アクワシャード両人の直系の子孫であった。モヒガンの伝統では部族の指導者はしばしば母方の血筋によって選定されていた。 アメリカ先住民族による活動が高まりを見せた1960年代、ジョン・ハミルトンは、モヒガン・インディアンの子孫の議会の許可の下、いくつもの土地請求訴訟を提起した。部族は、当時300人ほどであった。1970年、モンビル集団のモヒガン人らは訴訟の進行に不満を表し、ハミルトンの支持者が議会を立った後、 コートランド・フォーラーを新たな指導者として選んだが、議会はハミルトンを主張として扱い続けた。ジョン・ハミルトンの連れた集団は1970年代を通して弁護士ジェロミー・グライナーと土地請求を連邦政府に対して提訴し続けた。同時期、コネチカット土地所有者組織の県とは、先住民族国家が私有地を奪う恐れがあるとして、先住民族と非先住民族のメンバーと共に、 ハミルトンの土地請求と連邦認定署名運動を反対した。連邦認定と部族主権を求めた全国的な先住民族の請求に応じ、連邦機関のインディアン事務局は1978年公式な行政過程を定めた。この過程は、ビアの官僚が文化的継続性の証明として審査する詳細な評価基準も含まれていた。同年、 ハミルトンの集団は、モヒガン族の連邦承認請願書を提出した。1988年にハミルトンが死去したことにより、請願活動は一時期失速した。連邦承認請願書は1989年に復活したが、インディアン事務局の予備調査では、モヒガン社会の継続性を示す記録や一部族としての政治的権限や影響力が基準を満たさないとされた。 1990年、コートランド・フォーラー首長によって引きられたモヒガン族の集団は、インディアン事務局の挙げた問題に対して詳細な回答を提出した。回答には、刑務所やモンビル町のモヒガン回収派協会に関する記録など、様々な記録が含まれていた。インディアン事務局の研究者らは、ハミルトンの集団とモヒガン協会の提供した記録や、グラディス・タンタキジョンが、 独自の文化人類的調査のために集めた警府書や部族員データの記録を用いて審査を行った。コネチカット州アメリカ先住民族のモヒガン族と名乗っていたフォーラーの集団は同年部族員の資格を1860年頃の一つの家族集団の子孫として記録のあるものに限られると決定した。この基準はハミルトンの支持者を一部除外するものであったが、 連邦法上、部族は部族員の資格に関わるルールを独自に定める権限があると認められている。さらに、マティックは他のモヒガンの人々にモヒガンという部族アイデンティティを公的文書や工芸品で使用することを止めることに失敗した。インディアン事務局は1994年の最後の決定の中で部族が20世紀半ばにおいて 社会的政治的継続性があったことを決定づけるデータや刑務書があったと記した。これによってついに、コネチカット州アメリカ先住民族のモヒガン族は、主権部族国家としての認定を受けた。同年、アメリカ議会は、モヒガン国家土地変換法を通過させたことにより、連邦政府は、モヒガン族の土地変換のために保留地用の土地を受託する認可を得た。 マティックとコネチカット州政府間の最後の1994年の協定では全ての土地変換請求が破棄された。その後、マティックは憲法を採択し、市長に選挙制で選ばれた会長と部族議会によって統治されている。前者は全て人気付きの職である。ジョン・ハミルトン市長に関係したモヒガンの人々は今日別の集団として存続している。 ハミルトンの遺言では、ヒモヒガン人の妻、エレノア・ホーティンが主張後継者として記されており、彼女は現在、ハミルトン集団の指導者である。両集団は、衝突を重ねた歴史や現在に続く異論を、抱えつつも、モヒガン族の人々として名乗っており、部族関連の活動に参加を続けている。ハミルトン集団は、マティックから別に機能し続けており、 コネチカット州南オーブの伝統的なテリトリーにて定期的な集会や活動を行っている。モヒガン語最後の母語話者、フィデリア、フライングバード A ホスコット・フィールディングは1908年に死去した。モヒガン語は主に彼女の日記、学術記事、文化人類学者、フランク・スペックによるスミソニアン協会のレポートに記録されている。フィールディングの名のグラディス・タンタキジョーンは モヒガン語の保存に注力した。2012年より、モヒガン族は、言語の復活と、新たな和社の育成に努めるプロジェクトを実施している。モヒガン族の人々は、地域の植物や動物について、広大な知識を持っており、狩猟や、漁の技術や、四季の環境変化への順応、薬草についての知識を何世代にわたって、継承してきた。グラディス・タンタキジョーンは、 薬草の知識と民間伝承に関する記録を残すこととレニー・レナペ、族やワンパノアグなど他のアルゴン菌系部族の薬草や両方との比較研究に重要な役割を果たした。例えばシルバーメープルの木の南側から取られた樹皮の浸出液は咳止め薬としてモヒガン族に使われていた。シュガーメープルの木の樹皮の内側も咳止めとして樹液は 東文とメープルシロップに使われていた。モヒガン族とマヒカン族は類似した名前を持ち、アルゴンキン系文化を共有しているが、別々の部族であり、アルゴンキン語系内では異なった語群に属している。マヒカン族は、今日のニューヨーク州東部のハドソン川上流と、マサチューセッツ州西部のフーサトニック川上流に歴史的に居住してきた。場所の取り違いや語訳によって、 両部族は共に、盲菌という綴りで歴史的に混同されてきた。ただし、両部族の名前を初めて記録する欧州人の一人であったオランダ人入植者、エイドリアン・ブロックは、モリカンとマヒーキン、マヒコンダース、モヒカンズ、マイコンスと二つを明確に識別している。1735年、フーサトニックマヒカンの指導者らは、 ミッション系村バークシャーやマウンテンズの西に、ストックブリッジ町を起こすことを、マサチューセッツ州知事のジョナサン・ベルチャーと交渉した。アメリカ独立戦争後、彼らはニューヨークのマヒカン人とニューヨーク州中央部に移住し、オネーダ族の人々と暮らし始めた。当集落は、その後、ニューヨーク州ストックブリッジとしての地名が定着した。 1820年代、集落の多数の人々が西部へと移動し、ウィスコンシン州に定住した。今日では、モヒカンインディアンのストックブリッジマンジー集団を名乗っている。これらの移動は、モヒカン族の最後の説話の由来となった。他方、モヒカン族の子孫のほとんどは、植民地時代以来、ニューイングランド地方に居住し続け、その多数はコネチカット州に居住している。 ありがとうございます。